ジョゼフ・ボダンド・ボア・モルティエ、ジョゼフ・ボダンド・ボア・モルティエは、フランス正規バロック音楽の作曲家。気楽曲、カンタータ、オペラ・バレ、声楽曲と幅広いジャンルを手掛けただけでなく、被護者なしで、新作の創作と、その出版のみによって、生計を立てることのできた、最初のフリーランスの作曲家である。ジャン・フィリップ・ラモーと並んで、ロココ時代の音楽趣味を担った一人である。 ジョゼフ・ボダン・ド・ボア・モルティエ家族と共にメスに移り、その地でモテット作曲家のジョゼフ・バレットとモンティニーに音楽教育を受ける。その後1713年にモンティニーを追ってペルピニャンに移り、王立専売校舎でタバコ製造に携わる。マリー・バレットと結婚。マリー夫人はモンティニーの親戚で、その父親は豊かな近在苦笑だった。出版活動を始めると、 パリで評価されるようになり、1724年に、夫婦でパリに上京して、桁外れの作曲に打ち込み、様々な気楽曲や声楽曲、劇音楽に着手する。ボアモルティエは、多作家で、1747年になるまでに、気楽伴奏付きの草草の声楽作品だけでも、優に100曲を出版している。ボアモルティエは、とりわけ声楽曲が至って人気の的となり、 経済的な支援者なしで財を築いた。ボアモルティエはイタリアのコンチェルト形式を消化した最初のフランス人作曲家である。フランス風の独創楽器を選択できる競争曲を最初に作曲したのもボアモルティエである。ボアモルティエはフルートのために数多くの作品を作曲しただけでなくフルート教則本も執筆した。現在もしばしば演奏される作品は セレナーデ第2番ドゥージエムセレナーデをシンファニーである。音楽理論家、ジャンバンジャマンドラボルドは、1780年に、辞書、古今音楽史論、エッサイシュールラミュージックアンシエヌイモダンの中で、ボアモルティエについて、次のように述べている。ボアモルティエに、幸いあれ。彼のペンは、いともたやすく、楽曲をふんだんに生み出したのだから。こうした批評に対して、 ゴアモルティエは次のように答えるのが常であったという。私はね、儲けさせてもらっていますよ。ありがとうございます。